それともトリニータがしのぐか。ケビン・オリスのシュートを狙っていた、バリアだった、大黒押し込んだ、ゴール。アディショナルタイムに3が大黒のゴールで追いつきました。アディショナルタイム間もなく3分になろうというところ、意地で追いついた3が2対2同点。コーナーキックの先制点に続いてフリーキックの同点ゴール。ケビンのボールもいいボールでしたね。キックも良かったですし、ちょっと大分のところのギリギリのところですけど、壁がちょっと開いちゃいましたね。上福本を触ってポストに当たって跳ね返りを大黒。